全国6200万人の YouTube ファンの皆さん、こんにちは。 YouTube 界のドンキホーテ宇佐美です。今日は美味しいカレー屋さんに突撃してみたいと思います。レッツゴー。鶴瓶の家族で乾杯でも紹介されたまんまる食堂。店内に一歩足を踏み入れるとカレーのいい香り、お腹がグーグー大騒ぎを始めました。3年連続で糸島グルメグランプリを獲得したまんまる食堂。今日は何を食べようかなってとこで、極上糸島豚のカツカレー。糸島豚の脂のうまみは極上の美味しさです。1万食突破したそうです。実食。ウェルカム糸島、まんまる食堂。糸島に来たら必ず寄ってくださいね。いやー、いい香りです。カメラが回ってなかったらマッハで食べるんですけれども、ここはお行儀よく。糸島の食材を使っているサラダも優しいお味。甘いの美味しさにフォークが止まりません。ふう、最高でした。完食。あ、どうもどうも。顔出し大丈夫ですね。今日も美味しかったです。どうもありがとうございます。はい、また来ます。はい、ありがとうございました。どうもごちそうさまでした。